このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、人見知りのチョコレート柄のロットに初めて触りました。今ね、ちょいちょいと遊んでる子が、わかりますかね、実はチョコレート柄なんですよね。あの、隣に黒猫ちゃんがいてるんですけれども、その子よりもちょっと色薄いですよね。で、まあ、もうちょっとね、日が当たってるところだったら綺麗なチョコレート色柄に見えるんですけれども、でもね、初めてですよ、こんなにちょいちょいと遊んでくれたのが。タイトルにもあるんですけれども、人見知りということでですね、もう近づくだけでね、逃げていっちゃう子なんですよね。今逃げたでしょ。で、また近づこうとすると、ね、また移動するっていう感じで、今までね、もう本当に近づくことができなかったんですよね。で、おもちゃでも全然遊べなかったのでね。ですので、今回は初めておもちゃでも遊べたっていうのは、すごく嬉しいことですよね。ロット君とね、遊ぼうとしても、やっぱ他の猫ちゃんたちもね、遊びたいようでね、周り来てるので、なかなかロット君と遊べてないんですけれども、今ちょっと移動しましたよね。どうでしょう、ここやったら、ね、チョコレート柄に見えますかね。ん？あれ、遊んでくれないな。近づいたら逃げるかな。あ、やっぱ逃げちゃったので、でも他の子たちとね、一旦遊んで、ちょっとロット君とは距離を置きたいと思いますよ。今回のお店は、大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。こちらはね、ウリエルさんの2階ということで、大人猫ちゃんが多いんですけれどもね、結構ね、大人猫ちゃんでも遊んでくれてますね。ね、高いところで休憩中の子たちもいたんですけれども、ね、他の子たちがね、今、遊ぼう遊ぼうということで来てくれてますね。この白猫ちゃんとか本当綺麗ですよね。今までね、白猫ちゃん1匹だけだったんですけれども、増えてまして今3匹になっておりまして、しかも多分新しい子たちだと思うんですけれども、ものすごい遊んでますよね。とっても綺麗だなね。我が家の猫たちは、黒ベースですのでね、白猫ちゃんってすごい憧れますね。よく遊んでいいな。もう黒猫ちゃんもいてるぞ、遊んでるな。こうやってね、周りの猫ちゃんたちがね、楽しく遊んでると、で、人見知りしてる子たちもね、人に対する警戒心とかも薄れていくのかなと思っておりますよ。で、前回の動画でなんですけれども、このチョコレート柄の子、ロットくんなんですけれども、ロットくんにささみを食べてね、以前はフンフンと匂ってくれたんですよね。その時も初めてだったんですけれども、さあ今回はね、おもちゃで遊んでくれたので、ちょっとね、近づけるかなと、猫兄さんはね、内心思ってるんですよね。でも、ロット君って人間はちょっと怖いようなんですけれどもね、猫ちゃんとは一緒にくつろいで遊んだりとかもしてましたので、猫ちゃんのことは大好きなので、多頭飼育とかには向いてるのかなと思いますけれども、この子は何をしているんでしょうね。おもちゃで遊ぶわけではないんですけども、爪とぎに登ってましたね。ほんと猫ちゃんって面白いなぁ。とても賑やかですよね。あら、でも暴れてる隣ですごい爆睡してる子がいましたね。それもまた可愛いや。ウリエルさんのね、内装ってとっても可愛いね、オブジェとかがありますよね。もう見てるだけでもね、楽しいんですよね。一人が遊び出すと周りがどんどん集まってくるっていうのがね、すごい楽しいでしょ。しかもね、自分も遊びたいのに順番待ちとかをしてね、本当に猫ちゃんでいいですよね。なんだこの子は。隣の子にちょいちょいしてましたね。かわいい。もう追いかけっこしてましたね。首だけ動かしても遊ばないってなかなか面白いな、これですね。
お、ロットくんですよ、この子は。登ってましたね。お、ちょいちょいしてくれたぞ。また遊びたくなったのかな。でも、ちょっと近づいたので逃げようとしてるでしょ、今。指を出すと、ふんふん、匂ってくれました。で、逃げようとしてるところを触っちゃいましたよ。まあ、これがね、初めてロットくんを触ったんでね、すごく嬉しいのでね。またね、もうちょっとね、触らせてほしいなと思っておりますね。うん、まあでも、一歩ね、前進したかなと思います。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、クリエルさんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ、多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければ、